独裁者病は恐ろしい病気です。えー、日本では混絶されているのですが、近隣諸国ではまだ見られています。なので、独裁者病について考えると、額に、未見に、死を通ってしまいます。ほら、このように、これが独裁者病について考えている私の顔です。ああ、なんかロシアから新しい難民の方がいらしたな。お名前は あ、ウラジミル・プーチンさん。ああ、なんか名前がちょっとね、そうですか、独裁病に、独裁者病にかかってるかもしれないんで、ちょっと180日間、ええー、検疫で確認しますね。1日3600円かかりますけど、いいですか、プーチンさん。あオルガリヒが払ってくれるからいい。じゃあ、プーチンさん、ちょっとね、私たち観察しますからね。今、プーチンさん観察してますが。うん。まあ、日本ではね、独裁者病は根絶したと、言われてるんですけど、少なくとも1945年以降はですね、日本の近隣諸国を見ますとですね、独裁者病が蔓延しています。 えー、特にこの半島の南は大丈夫なんですけど、北では蔓延してますし、それからこの香港ではもう大丈夫なんですけど、この大きな国ですね。この大きな国では蔓延してまして、えー、それでこれが台湾ですね。台湾にもかつては、ま、独裁者病はあったんですけど、今は根絶されてるんですが、ひょっとしたらこの大陸の方から来るかもしれません。そしてロシア、今ここが独裁者病、非常に危険なところでベラルーシーですね。この辺りが独裁者病危険なんですけど、そのロシアから来たってことで、このプーチンさん大丈夫かなちょっといろいろ。 実験してみますかね。まず、チャプリンの独裁者。この映画を見せてみましょう。あ、笑ってますねあ、これで怒ると完全に独裁者病なんですけど。大丈夫かなうんじゃあちょっとボタンを渡してみましょう。このボタンを渡したときにですね、これをなんか、えー、恐ろしそうな顔して押すとちょっとこれ。 音がしてちょっと大変なことが世界に起こるんですけどさあこの赤いボタンをこのウラジーミルプーチンさんに渡してみましょうどうかなどういう反応するかなあ大丈夫みたいだなひょっとしたらこれ独裁者病にかかってないかもしれないんですけどまあとうか規定なんで180日間ね経過観察をしなくてはいけないまあこのアメリカという国にもね4年間独裁者っぽい人がいたんですけどまあ 今はいなくなりましたまた出るかもしれませんけどね、今地球上に独裁者がいろんなところにいるんですけど、まあ、これから独裁者はもし出てきちゃったら、北極とか南極にですね隔離しちゃえばいいんじゃないかって話、国際宇宙ステーションに隔離しちゃえばいいんじゃないかっていう話もあるんですがさ、どうだろうあ、大丈夫そうだな、プーチンうんな、大丈夫そうか、じゃあプッチンプリン、おいしそうに食べてるしな、じゃあ入れてあげようか、そもそもね、あのウラジームル・プーチンと同姓同名ってだけで、 全然関係ないもんね、この人だって。そもそも5歳の女の子だもん <laughs> 5歳の女の子でウラシーミル・プーチンって名前つけるからいけないんだよな。大丈夫そうだな。んえーと、じゃあ入れますか。うん。日本に入国させますか。え規定で ?180 日という規定は動かせないそれからうん ?1 日3600円というえー、料金体系も動かせない規定だからはあ ひょっとして日本には独裁者病はないけどバカの壁病、借子表示表が蔓延してんのかなんじゃあもう隔離しないともうまたこれ入ってきちゃったら困るからえもともと日本で蔓延してて日本がパンデミック状態日本が一番世界でパンデミックバカの壁病あこれはだめだ。これはまた失礼いたしました。<laughs> 日本のバカの病壁病を考えてると。 眉間にシワが寄るぜ。脳の共有チャンネル登録お願いね。<laughs>